皆さんこんにちは。レック専任講師の弁理士の富澤忠です。私はエルゼミの名古屋校を担当させていただきます。今から、名古屋校の特徴として、私が教えるこの弁理士の論文の書き方、論文の合格答案の取り方、それの特徴をお話しします。私のこの授業の特徴の一つは、方程式という考え方に基づいてやります。方程式、ね、聞いて通常は方向の方による方程式を思い浮かべるかもしれませんけれど、今回私が提案する一つの方程式は法律の方による方程式の、それによって法律を考え、そして文書のルールを使って合格答案を作っていくというものです。算数や数学の方程式もそうですけど、その方程式を使うことによってあらゆる問題を解決することができます。それと同じで、条文を方程式のように考えて、それを使うことで様々な問題、特許に関する知的財産の問題をですね、解決していく、そういった考え方が、この方程式の考え方になっています。で、方程式の考え方でいつも刑法204条、傷害罪を出して簡単に説明しているんですけれど、傷害罪一つ目の条件、要件効果というものがありますけど、要件効果を考える上で刑法204条大変分かりやすい。傷害罪というものになります。人を傷害したものは15年以下の懲役に処する。条件1、人であること、傷害をしたこと、それをやったのが人である、この3つの条件によって15年以下の懲役になると言って書かれています。 A さんが B さんを殴った、その場合 A さんは罪に問われるのか、 B さんは殴られて傷害、A さんが殴って傷害をしました、 A さんは人です、結果として15年以下の懲役になる。まさしく法律を条文のように、法律を数学の方程式のように考えて、答えを出していく、これが法律の考え方であって方程式と言っております。これが大原則ですね。法律があることによってさまざまな問題を抽象化して、それを解決することができる。特許法も同じような形で書かれております。例えば特許法29条1項柱書きに、産業上利用可能性というものがあります。1つ目の条件として、産業上利用することができる、発明をしたものは次に掲げる発明を除き、4つの条件によってその発明について特許を受けることができる。この4つの条件によって特許を受けることができると言って書かれています。だから当然ですね、産業上利用できる発明、できる発明をした、それをやったのが人であれば、結果として、新規性を有すれば特許を受けることができるという形になっております。この通り解けば答えが出る、大原則ですね。しかし法律は全て原則論だけで解けるわけではなく、皆さんも勉強しているところ、解釈ですね、解釈定義というものがあります。例えば今のでいけば、産業上利用できる発明をしたものは、新規性がある、次に掲げる発明を除き特許を受けることができるですよね。ですので、まず一つ目、産業上利用できる、ここでもまず一つ問題が起きますよね。ここは医療行為はどうなのか。で、例えば次、産業上利用できる発明に関しては特許法の2条に定義がされております。またこのものはどうですか。これ自然人だっていうのがありましたね。ですので法人はこれなれません。これも解釈です。ですので、よく私も入門講座で授業を教えているときに、法律の条文って全部覚えなければならないんですかとよく聞かれました。そんな必要は一切ないです。特に論文式試験は条文が貸し出されますよね。ってことは、条文に、方程式で言えば数式が全部答えが書いてあるんですよ。ですので、それを見て答えを出せる部分、法律そのまま大原則に関しては覚える必要ないですね。ただどこの法律、どこの条文をね、持ってくるかは必要ですけれど、そこに書かれているものすべて覚える必要ありません。じゃあ覚えるところは何かって言ったら、今答えたような、その条文の言葉が曖昧であったり、その条文の言葉に疑義が生じたり、問題が起こったりする場合に出てくる
言葉を解釈する。解釈は条文に書かれていませんので覚える必要があるということにつながっています。じゃあ解釈はどこに出てくるかというと、これは、裁判例または論文、学者の論文とかですね、まあ、そういったところが最後の、あと審査基準ですね、特許でいけば審査基準、商標も審査基準、衣装もありますけれど、まあ、審査基準、そういったものを理解して覚えて答えを出していくということになります。まあ、法律のルールを使いながら答えを出していくわけですけれど、もう一つポイントになるのは、皆さんが受けるのは論文式試験、論文です。では必要になるのは、法律の理解が進んで法律のルールがしっかり頭に入った、それだけではダメなのは何かというと、論文の答案に答えを書かなければならないです。法律のルールを頭に知識に入れた上で文章を作らなければいけない。それが次の文書のルールというものが2つ目の特徴になっております。この文書のルール、まあ、今の法律のルールにもつながってきますけれど、法律の条文にそのまま書いてあることは基本的にはもう規範定律は行わない。じゃあどこを規範定律として答えを導くためにしっかり書かなければならないのか。それは解釈ですね。解釈は何で、さっき言いました、条文に書かれていない、条文に書かれていないのが解釈です。だから答案作成するときに採点者も聞いて見ているところはその解釈が書かれているかなんですね。ですので文書のルールによっては一番最初に規範定律をするというのはもちろんですけど、規範定律の部分は解釈の部分に重点を置いて答えていく、重点を置いて答えていくんですけれど、文書のルールにはもう一つありまして、時間があるときにはしっかり規範定律します。でも時間がないときには規範定律はなかなかできません。その時には文書の解釈をそのまんま規範定律に入れ込んで答えを出していく、コンパクトに短く答えを出していく。論文式試験は時間が限られた中で答えを出さなければなりません。満点答案は必要ありません。この私の方程式による法律のルールと文書のルールを使うことによって得られる最も大きいメリットは、問題に対していつも同じ回答を作ることができることだと思います。弁理士試験はあくまで受験です。受験ですので、皆さんも受験をしたことがあると思いますけれど、受験はテクニックがあります。その受験のテクニックがまさしく今回の方程式の考え方に当てはまるんです。受験もそうですね、いつも必ず一番で取る必要はないです。一番の時もあれば、それを下回る時もある、まあ、それはもちろんそういうこともありますけれど、常にボーダーラインを超えていくような答案を作っていく、それが弁理士試験の合格に最も近い考え方だと思います。弁理士試験1年に1回しか試験ありません。1回こけると翌年やらなければなりません。もったいないです。ならば合格最上位、ね、目指すのではなく、いつも同じポイントをコンスタントに取れる、まあ、ルールに従ってやっていく、それがこの方程式に基づく答案の作り方、論文式試験の回答の仕方だと考えています。私はこの方程式の考え方によって、法律のルール、特徴一つ目ですね、あともう一つ特徴二つ目として、文書のルール、この二つのポイントを押さえてですね、合格答案を作っていくということを心がけてやっていきます。採点に関してもこの法律のルールと文書のルールに基づいてやっているのか、皆さんと共有しながら答えを出して皆さんを合格へ一歩二歩近づけていきたいと思っています。名古屋校Lゼミ、どうぞ皆さん一緒に合格答案を作って、弁理士試験の受かって良い明日を迎えましょう。頑張っていきましょう。